皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日はやり直し算数、小学校4年、3桁割る1桁の割り算の筆算の講義をします。このやり直し算数というのは算数の復習の動画です。その学習項目の大切な部分を説明しています。またこの講義というタイトルのついたものについては演習というものと組み合わせてできています。演習は実際にこの講義で学習した内容をちゃんと理解できているかどうかを自分で解いて、自分の力で解いて確かめるためのものです。ぜひ講義の動画の後には演習の動画を見て実際に問題を解いてみてください。では今日の学習始めてみます。3桁割る1桁の割り算、これも、それまで勉強した割り算と同じように上の方の位から順番に、計算をしていきます。書き方覚えてますか？必ず725÷5と書いてあったら必ずその順番で書くんですかね。725÷5 ですね。はい、100の位の7の中に5が1つありますので1を立てます。51が5、掛け算をして、そしたら、かけて引き算ですね。次引き算をしたら1つ下の位の数を下ろします。この2が下りますね。22になりました。さらに22÷5、5424が立って掛け算して20書いたら引き算ですね。引いて下ろす。25÷5、5525ですのでこう書いて余りはありません。725÷5の答えは145です。はい、2番も同じようにやってみましょう。552÷6、552÷6ですね。順番大切ですね。100の位の5には6が、割り切れないので今度はもう一つ下の位まで見てあげます。と55÷6ですね。55÷6、654で9が10の位に立ちます。と654、次引き算でしたね。で引き算したら1の位を下ろします。6212、はい、こんなふうになりますね。552÷6は92です。3番見てみましょう。721÷3です。721÷3ですね。100の位の7の中に3が2個ありますので32÷6、掛け算したら引き算で、1つ下の位を下ろす。12ですね。と12÷3は3412で、ここで引き算すると0になっちゃうんですけど、この0はここには書きません。で書かないで下の位を下ろします。1です。1の位の中に3はないので、じゃあこれで終わりにしていいか、これで終わっちゃう人いるんですけど違いますね。ないのでここに0を書きます。でこれで出来上がりですが、考え方ここでよくわからない人は30が0と書いて余り1、こういうふうに考えても構いませんね。でもとりあえずここではここで終わりにして0を書くということができるようにしてください。はい、4番ですね。833÷4 です。はい、833÷4 です。はい、100の位の8の中に4は2個ありますので2が立ちます。42が8です。引き算してここ0になるけれど0はここに書きません。そして下1つ下の位を下ろします。3ですね。3÷4、これできませんね。3の中に4はないのでできません。この時
ゼロを書いてください、ね、で仕入れが0ってこう書いてもいいんですけれど、ね、こう書いてもいいんですけれど、ここをもうこのままゼロを書いたら、ね、もうゼロを書いちゃったらもう一つ下の1の位の3を下ろしてください。33÷4、ね、四破32で余りが1と、もし分からなかったらね、あのさっきやった0ってやってもいいんですけれど、できたらもうこちらの方で計算できるようにしていきましょう、ね、833÷4 は208余り1でした、ね、このように計算ができるように皆さん、ね、もし分かりづらかったらもう一度見て、ね、解きながら見るといいかもしれませんね。自分で解きながら、ね、動画を止めたり、ね、もう一回再生したり止めたり再生したりして見るともうちょっと分かりやすいかもしれません。どうも今日も、動画を見てくださってありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。